はい、チームティロクスの皆さん、こんにちは、トシです。いつもありがとうございます。スタジオの、ね、使い方、スタジオの、ね、特にミキサーの使い方ですね。これちょっとね、そうだね、今までよく考えたら、ね、これ話したことなかったんですけど、まあそうそう、うちライバーズだからねまあでもそう、ミキサーって使いますよね、スタジオ行った時にね。よく考えたら僕たちも、ね、当然練習でね使ってましたから。まあミキサー使うのはほとんどボーカルだけだよね。キーボードも使うかもしれないんですけども、まあキーボード、そうキーボードがボーカルですよね。あとはギターとかね、ベースやドラムはね普通にね生音でねいけるし、アンプがあるわけですからね。そうですね。でボーカルだよね、やっぱ一番こう、一番多分みんな悩みますよね、スタジオの中でさ。どうしても広いスタジオならまだしも、まあ、あんまり広くないスタジオでね、どうしてもドラムがドカンっていましてギターやベースやなんだなんでやかんやいっぱいいて、あーボーカル聞こえねえなーってのが多分一番の悩みでしょう。ギター聞こえないんだよねって、あんまりないよね。ドラム聞こえなくてさーってあんまないでしょう。ドラム大体でかすぎんだよね、あれ生音がね本当にもう、もうそういう作りだからしょうがない。あれ昔のあれだからだよね、きっとね。今ドラムっていうセットが開発されたらあんな音でかくなんないよね、きっと。昔みたいに PA が貧弱だった頃のドラムだよね、きっと。知らんけどまあいいや。でそうだよね、でしょ。だからボーカルなんですよ、やっぱね、歌で。今特にさ、例えばカラオケで私はうまく歌いますっていう人がボーカリストになったりする時代なのでだから生バンドって何こんなうるさいのってみんな思うよね、初めね。ね、そうなんだよ、声聞こえないじゃないのってなるのよ。そうなんね、なるよね。でさ、まあ当然のことながらフェーダーを、ミキサーのフェーダーをビヨンって上げれば自分の声がここね大きくなるじゃないですか、マイクに大きく入ってくるわけですよ、ね。だけど、あ、いいじゃんって思ったのを使うのはキーンとかワーンってハウっちゃうんね。その だいたいモニタースピーカーって上に吊るしてあるでしょ、下よりどっちかって上にあるよね、吊るしてあるのからね、これは。だからそこにそれとこれがさ、向かないようにするっていうのはまず一つコツは、コツですよ。モニタースピーカーの向きがこっちにあって、ここにあったらここに入っちゃうから、なるべく逆ね、自分がここにいたらモニタースピーカーがあっちにある方がいい、真正面にある方がいいよね、 足元でもいいけど、これと逆の向きですね、マイクと逆の向きにモニタースピーカーがあった方がその音がここに入らないから、入りづらいから、指向性があるマイクを使えばね、それがいいですよね。それが一つのコツで、もう一つのコツなんですけども、フェーダーを普通に上げれば声が大きくなるのは当たり前なんですけど、それが限界までこれ以上いくともうハウっちゃうね、だった場合、この場合なんですけど、多分ねイコライザーっていうのがあると思うんですよ。グラフィックイコライザーってやつか、こういうやつね、こういうやつがあると思うんですよ。でこれのね、これを少しいじりましょう。じゃあフェーダーをこれ以上上げたらもう無理、ハウっちゃうって言った時は、これがまっすぐにもしなってたら、500とか1キロ、またその上の 1.5 とか800とか2キロまでのあたり、500から2キロぐらいのあたりね、それはいろいろグラフィックイコライザーによって違うんだけど、その辺を少しクイッて上げてみましょうか。そうするといわゆる抜けが良くなるって音になるんですよ。自分の声質も変わっちゃうんだけど、今声質うんぬん言ってる場合じゃないじゃないですか。自分の声が聞こえなきゃいけないんで、声質うんぬん言ってる場合じゃないんで、そこをちょっとクイッと上げてみましょう。そうすると少しさっきよりも、なんかさっきより聞こえるようになったってなるかもしれない。で、100キロ以下の低音の方は削除しちゃいましょう。削除じゃないけど下げちゃいましょう、ね。ボーカルに、人間の声にとってあんまり100キロ以下っていらないので、左の方ですよ、左の方の100以下いらないです。もう下手したら200以下もあんまりいらないかもしれない。で一応ね、そこはあってもなくてもあんま変わんないけど、一応低音とかボーボーっていうのをここが拾う可能性もあるので、まあ不必要なやつはいらないようにしちゃいましょうと、聞こえなくても構わないからっていう意味でちょっと下げちゃいましょう。今は聞こえることを優先したいので、ね、うん、な感じですね。で逆に前の持ち主が、持ち主じゃないや、借り主がイコライジングをグワーン上げてて、もう2キロとかすごい上がってる、4キロ8キロがすっげー上がってるとか、バカみたいなイコライザーになってる時もたまにあるんですよ。そういう時ってハウリングしやすいですから、当然のことはキン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 言うの、なんで今日キンキン言うのみたいになるんですよね。当然その周波数が上がってるからキンキン言うわけだから、そういう時はそこを下げてあげましょうね。こんな感じでやってみましょう。あとね、例えば
あのギターが聞こえないってさっき言ったけどあんまないじゃないですか。でドラムもあんまないよね。だからそこはまあいいとして、じゃあベース僕の経験から言うとベースってね、まあ、聞こえないこともないんですよと。それはあの音量上げればね、そこはアンプだからなんだけど、自分が何弾いてんのかなっていうのはまああるよね。これよくあるあるなんですよね。あれ今自分ちゃんとこういうフレーズ弾いてるはずなのになんかちゃんと聞こえてこないなって、あれね、あれはもうね、まあ、自分が悪いんだけど、あれはね、例えばじゃあ対処法として、まあ、プリアンプあればまあそれでもいいんだけど、プリアンプでいじるってもあるんだけど、まあ、じゃあアンプしましょうか。アンプのね、あのイコライジングが今あったようにイコライジングのコツとしては、まずちょっとね低音が例えば弱くてもっと太い音にしたいなっていう場合ね、もうちょっと太い迫力のある音にしたいなっていう場合ね、まず一つ目、自分の音がちょっと弱々しいんでなんかバスラに負けちゃうんでもっと太い音にしたいなって場合ね、これはね低音を上げればいいね、当たり前ですけどって考えるでしょ。でじゃあ低音って一体どこよって話なんだけど、ここの時なんだけど、まあいろいろあるんだけど、今言った僕が言いたいのはちょっと迫力のあるちょっと太い音にしたいっていうことね。低音がりゃいいってわけじゃないの。この場合は例えばグラフィックイクライザーがあったら 60Hz を上げても多分ダメなんですよ。そうじゃなくて太ダメっていうかね、それでもいいんだけど、あの太い音にしたい、迫力のある存在感のある音にしたい、押し出しのある音にしたいっていう感じ、こういう意味でいくと100、150から250の間ぐらい、 200Hz ぐらい、あるいは180Hz ぐらい、あるいは 250Hz ぐらいでもいいや、その辺をちょっと上げてみてください。そうすると急にぶっとい音になります。ぶっとい音になります。だけど超低域は鳴ってないので、うん、60Hz あたりはそんな鳴ってない、 40Hz あたりはあんま鳴ってないので、なんていうんですかね、低域がリッチな音ではないんですけども、ただ太い音にするにはその辺が OK ですね。もし迫力なかったらそれでちょっと迫力出てきます。でそれとは逆にちょっと低音ボーボー言いすぎてて、もう弾いてんだけどなんかこうフレーズが分かんないと、これは低音で出すぎの場合があるんですね。そういう場合は逆に40あたりはもうちょっと下げちゃいましょう。40、60もちょっと下げちゃいましょうね。でまあ、プリアンプで多分ね低音を出しすぎてるのかもしれないし、こっちのアンプの、あ、ごめんなさい、ベースは本体のプリアンプの方で 低音出しすぎてるのかもしれないけど、まあまあいいや、そこはいじんないで、じゃあアンプの方だけね。そしたらその辺の低い方を下げましょう。そして、800あたりを上げてみましょう。800を上げる、あるいは500を上げる、あるいは1キロを上げる。この辺ってあのベースラインが聞こえてくる音なんですよね。なのでその辺を上げると結構聞こえてきますよ。いわゆる中域があれなんで、まあ人間の声と似てるとこあるんですけど、うん、その辺を上げると少し声が良くなります。でもっとバキッとかキランとした音を出したい、カシャンってした音を出したいんだったら4キロとか上げるといいかもしれないですね。まあ2キロ上げると、結構ピックで弾いた時にガリッって音が出てきますね、はい、だからそのガリッって音が嫌だったら2キロ下げてください。欲しかったら上げてくださいね。そんな感じで調整してみるといいかなと思います。はい、じゃあね、また聞いてください。ありがとうございます。